でーマイクワゾーツキー。マイクはね、気づきました。正義いるやん。あいつはね、服が多い。服、靴、帽子、なんかもうファッション系のやつがもうとにかくもうすごい溢れ返ってるよね。俺思った、正義の服着てえなって。俺も思ってた。俺も思ってた、マジで。いや、なんかもうめっちゃ思ってた。マジでね、思ったな。もうかっこいいの多いし、我も思って、俺のものなんです。今日は正義の服を勝手に着て、勝手にファッションショー開こう。おー、楽しい。いい考えですな。ちょっとさ、あれしようよ。いつものコーデ対決みたいな感じで、あの正義が審査員として決めてもらいましょうよ。でもそうだね、この際勝手に来て勝手に審査員もやってもらおう。そうそう、正義のファッションをやっていきましょう。正義の服めっちゃあるね。でかい、ね、ありすぎ。かぶったら競合というかじゃんけんということで。はい、まあかぶらないと思うけどね。かぶらないと思うけどね。俺これ履くわ。意義あり、我も意義あり。じゃあ競合じゃんけんで決めろ。ブサイク玉、最初はグー、じゃんけんぽい。おお、はい、勝負勝負。負けた。いや、気づいてるかな。でも服結構漁ったからさ、ワンチャン気づいてる。あら、返した。あれ、はい、来たー。帰りー。帰りー。やりーけど、まだなんか、なんか新しい。何持ってん、何持ってん。何してんの。おい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 、何を隠しているんだ。なんだこの怪しいの。こっちのセリフだ。なんだこの怪しいの。靴だよ。また靴買ってんのか。はい、1000円バッキリ。何4円これ。正義の服を勝手に使ってコーデをしました。ファッションショーをしたんで。コーデをしました。それはそれは違う。ファッションショーをしました。あんま反応しないじゃん。いや、ちょっと嬉しい。あ、そう、嬉しい、嬉しいんか。なんか俺、自分のもの他人が使ってんの見てちょっと喜ぶ性癖持ってる。めっちゃいいな。今日はじゃあその企画置いといて、その紹介をね。なんでみんな乗り切るの。ほら、サムネから撮ろうか。サムネから。おい、かっこいいよ。かっこいいけどね。かっこいいけどね。めっちゃかっこいいじゃん。ちょっとでもそしたら反するよ。スニーカー芸人あるじゃないですか、アメトーク。あるね。あれ見て、靴を増やしすぎたらメンバーが奪われるっていう僕のフィルターがもうぶっ壊れました。こうでは見ればいいと。そうそう、俺らはインスタ用に写真撮ってるんで。なるほど。じゃあエントリーナンバーは、私行きましょうか。こちら。あ、かわいい。こちらでございます。おぉ、変ちゃいます。結構いい感じにまとまってるじゃん。怖い。色合いがいいですね。おぉ、いや、素晴らしい。おぉ、あともう一枚。高評価、こっちバージョンもあります。ダッサ。えぇー、赤と青って相性いいじゃないですか。黄色ってもっと相性いいんですよ。おぉ、隠れてるんですね。あらららら、本当はね、バッチピンバッチがついてる。そうですよ、そうですよ。100点中でじゃあ最後つけます。おぉ、つけよう。2番目は誰だ。じゃあ京平いく。こちらです。じゃじゃん。おしゃれ。おぉ、おぉ、バリおしゃれ。おしゃれでしょ。お、ほんとだ。ラスカラン。おしゃれ。おしゃれ。なんかラスカラン。あれ、あれ、どうですか。京平、俺の服と相性いい。あら、え、なんかいい感じやな。生かした感じ。下のさ、使い方もいいの。黄色と緑、めっちゃ原色でうざいはずなのに、上がめちゃくちゃおとなしい。あー、これはもうエクセレント。オーケー。ナンバー3、わし。はい、これです。あー、出たこのシュプリームね。このね、シュプとね、ノースが俺きたすぎて。お前はさ、なるほどね。結構かぶってるあの帽子ね、黒い。なるほど。でもあそこの金色がここの金色と合うんじゃないかと。なかなか正義が着ないジーパン。これまだ俺動画でもインスタでも紹介して。あれ、あー、新品勝手にあげんのやめてもらう。靴もうちょい目立たせてほしかったな。ああ、ちょっと靴か。夜がね、靴かっこいいやつだ、ナイキの。まあ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 、エースだから俺は。これが俺様の召喚デュイーン。あれとでさ、俺も一緒で、この上のこのダウンジャケットが可愛くてさ、着たかったんですよ。その後ろ姿がこれ、じゃじゃーん。ああ、いいね、映えてる。正義じゃない。下がいい。そう、エイプのパンツカラーのこのゲータレードの。ああ、ナイキゲータレードのやばい。はい、ぜひね、僕 YouTuber 芸人、芸人スニーカー芸人出してください。お願いします。お願いします。芸人スニーカー芸人、スニーカーを芸人に挟んじゃってるのよ。YouTuber 芸人スニーカー芸人。
さっきそこ見て分かったけど履いてねえのまだ2個ぐらいある。これから大丈夫、全部俺肝取りマスターして、レーザーラーモン RG さんがやってました、肝取りっていう肝取り方。あ、靴をめちゃ目立たせて、あ、わかる、知ってる。だからこういうやつでしょ、スニーカーをめっちゃ目立たせて取るっていうのがある。あとでちょっとインスタ見てください、取り方。はいはいはい、あれめっちゃかっこいい、確かに。そうだ、それでスニーカーをちゃんと全部あげようって。その大義名分を作って靴をどんどん買おう。だから罰金制度は変わるっていう作戦です。罰金なんてもう手でもない、うわ。罰金なんてもう手でも、もう手でも、もう手でも、愛がカメラ、カメラの愛がすごい。アメトークの皆さんよろしくお願いします。お願いします。やっぱ3位から3位の方は500ポイントもらえる。おお、でかいでかいでかい。で1000いいね追加が2位で、一気に1500。おお、でかい。なるほど。最下位は200位。3位、82点。おお、82点。ノリ選手。やった、あ、3位なんだノリ。いやー、いいです、いいです、全然。もう最下位じゃないだけ、もう。あ、でもなんかちょっと悔しそう。ちょっと悔しいですね、でも。3位になっちゃったポイントはやっぱ靴とか。そうだね、なんか服が泣いてた。あー、泣いてた。もう泣いてた。長すぎない？最下位の理由。ちょ、待って待って、これよく考えたらノリ4位だ。ノリさんは多分僕、まあ僕が思うにもやっぱ一番ファッションセンス下げてると思うんですよ。あ、だけどなんか服がもう泣いてた。一番きついよ。シュプの金がもうでかすぎて、なんか俺できればあの金とジーパン合わせてほしくないかなって。ジャージの方が合うと思う。まあコーデセンスがねってことだよ、お前は。まあトータルこういうことだ。ノリが泣いてたということで、あ、泣いたわ、これ。泣きました。どうせインスタのいいねでノリさんの上位に来ちゃうんで、ちょうどいいハンデかなっていうのも込めてのビリ。じゃあ3位、86点、大輝さん。おお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 おで、いつものタバと違うっていうので、なんか結構似合ってたし、なんか新たな道を開拓してくれたらいいかなって思ったんですけど、嬉しい、今でも見てしまった。あー、そうだね。もう一回見せて、もう一回見せて、見て。やばっ、どういう足の角、なんか刺さってる。絶対腰じゃないの。ボンキュッボンの史上最強の人みたいな。30センチの上部を入れるし。ええ、出た声。おいおい、この辺から。マジマジ、もうみんなに便乗して、おい。とりあえず3位ね。じゃあもう2位飛ばして1位ですね。おー、1位の発表、99点。えっ、やばっ、やばっ、完璧やん。翔平、うっそ、俺初めてなんだよ、こういう服で1位取れ。顔でかい。や、ちょっと嬉しかったね。うわっ、なんかもうまたこいつさ、俺全然聞こえないぞ。俺も待ってんで。マジ？今の時は聞こえた。やっ、うわっ、やめろ、そうだけど、またお前ふざけんなよ、ぶっ飛ばされる。自分こんなにかっこいい服着てるんだなっていう、もう自信をもらえた。うわ、うわ、めっちゃ嬉しいやん。すごい、竹のサイズとかめっちゃかっこよくなった。ちっちゃいから、もうなんかシャツのダボダボ、たまたまオーバー目になってめっちゃかっこいい。うわー、うれしい。ブスだから1000マイナスいい。え、ノノノメス、イケメンでいない、シャキ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 、イケメンでいないと。ガルフィーじゃねえか。まあ2位大輝さん、あ、そうだね、90点。おお、でも90点で、まあかっこよかったかな。かもなく、かもなく。ここは普段なんか結構いいものを着てるイメージある。なるほど。意外性がない。なるほど。逆にこっちはこんなんばっか着てるから。そうだね。ガチで決めてきた時のギャップがもうちょっとかっこよい。なんか罰ゲームがないんですね。あとはインスタで、なるほど。あ、じゃあ僕決めていいですか。このハンデ込みでビリになった方、罰ゲームと言いましてもね、まあそんな罰ゲームじゃないです。もうもっと極めてくれよっていう。なるほど。ナイキのじゃあ靴1個買うにしましょうか。ああ、なるほど。負けても、多分みんなは多分ね、勝手に着た方がなんか怒っても面白くなると思ってやったんでしょうけど、あんま怒らないし、全然怒んない、怒んない、全然嬉しかったので、罰もないという。
より一層みんなのねおしゃれ度を分かってもらえたらいいじゃないですか。そうね、確かに。この後はじゃあインスタのいいね数で来てやっていただきます。よっしゃ、次の日の夜中まで。はい、チャンネル登録と高評価、そしてインスタのフォローもよろしくお願いします。お願いします。あと最近あの TikTok でもっと全身を見れるような、うんうん、ファッション細かく見えるようなやつを上げるように TikTok 始めたんで、イエーイ、こちらもぜひガンガンフォローお願いします。お願いします。ダイキンやってもらう。ダイキンに締めてもらおう。ダイキンさんお願いします。お願いします。はい、それでは次回の、対決で公演しましょう。ファイヤーファイヤー。お前まで帰ってる。お前は何とかせえよ。おい、100万、ワッツー、ラッキー。ラッキーなんてもう、手でも。